を炒めて。もううまそうなんですよ。開けるよ。うまそう。こんな感じ。感じでございます。ほら。いい感じで。メイクインだからさ。はるはる家の台所ではオンライン学校を運営しております。料理教室、個別相談、パーソナルコースの3つのコースがあります。詳しくは概要欄までお願いいたします。書籍の方も販売しております。ガンガン、何持ってんの？ビーフシュー作ろうと思って。マジでめちゃくちゃ好きっす。でもさ、うん、牛の塊肉が売ってなくて、なんか煮込み用のこうシチュー用のこういうのしかなかったんだ。いつもは塊肉なの？塊肉使ってるの方がなんかビーフシチューっぽいじゃん、うんうん、でもなかったんだよ、食べさせてやろうと思って、うん、せっかく帰ってきたから、はい、優しいお母さんこれでビーフシチュー作るわ。お願いします。 OK、 私の作るビーフシチュー、我が家のビーフシチューはまずは牛バラブロック肉、はいはい、それからじゃがいも、じゃがいも、人参ね、玉ねぎ、そしてちょっと彩りにブロッコリー、はい、これも使っていこうと思うよ。で調味料はこれね、デミスカンとトマト缶、うん、トマト缶ちょっと使ってたやつ残りがあるからこれも入れていこうと思う、はい、そして赤ワイン、そういう時だけはね、あのこの赤ワインのやついつも置いてあるんだけど、もう全部使った、かかったっけ、 50cc あったこれで作るわ、はい、とあとニンニク、はい、でちょっとだけ他調味料で作っていきます。お願いします。はい、でクイのじゃがいも、これを今回はそんな大きくなかったから2つ使っていこうかな。ゴロンゴロン入ってたら美味しいでしょ、うん、いや別にこれ具なんでもいいんだよ、マッシュルーム入れてもいいしさ。ビーフシチューはね、俺ほんと好きだったわ。好き。生クリームあんの？ないです、そんなの。あ、そうなんですかそんなのないです。生クリーム最後垂らしたらうまいで、最後ね、あの特別な時はさちょっと使ったりもするけど、普段は生クリーム使わんよ。で最後に垂らしたらいいよね、うんうん、これもねやっぱりゴロンゴロンって大きめの方がいいと思うんだ。はいはい、だからこれを大きめにして水にさらしておくよ。はい、ね、はい、そして次に、はい、もうすぐパッパといくよ、はい、人参これも洗ってあるからね、はい、これも大きめに乱切りにしていこうかな。煮込むから、うん、こういう風にコロコロちっちゃくなるってことね。ちっちゃくなるっていうか煮込んだらなんない、うん、最初はちっちゃくもならんけど、そうなんですか、柔らかくなるか、同じぐらいのゴロンゴロンの方がいいよ。はい、してニンニク、これね、ニンニク一かけ、はい、これを使っていこうと思うよ。これは皮を垂らして、あ、潰れてるの、いいか、まあ薄切りにするか、薄切り、うん、薄切りしとこう、ね、して玉ねぎ、そんな大きくなかったけど中ぐらいの大きさ、これはくし切りにしていく。くし切り、くし切り、何それ、くし切りしたらくし、くし切りさ、でだから大きく切ればいいんだよ。ね、ここ切って、もうこうやって、まあこのここは外すよ。芯を取って。芯は取るよ。芯は取るでしょ、こうやってね。してもうちょっとなんていうか、こんな感じで4等分ぐらいだな。こういう感じ、くし切り。それくし切り。くし切りでございます。よし、これを切っていきます。下準備は結構楽だね。楽だよ。くだよ、これ大した大した、だって煮込んだけば、煮込むだけだからさ、あの何が大変ってちょっと牛肉がちょっと
ね、買いに行くのが大変とかないなかなかないとかさ、うん、ちょっとコスパ的に少し高くなるとか、だからほらやっぱりクリスマスとか、うん、いいね、クリスマスとか作ったでしょ、うん、ね、これをで材料これ切ります。あ、ブロッコリーね、これさっき洗った、ほら洗ったやつをあのもし散らす程度茹でたりしないの？茹でる。あ、茹でる、うん、ちょっと用意しとく、こうやってね半分ぐらい使う今回はね。はい、はい、これで次作っていきます。今さ、ブロッコリーレンジでチンしてやる。あ、茹でるっていうかチンね。そうそう、残り全部半分使う、半分使って残りは別のやつで使う、ブロッコリーね、うん。で、ここにまず豚肉、あ、じゃなくて牛肉を塩コショウで下味をつけるよね。はい、はい、して、あ、厚切りのブロックだった、どうしても、あ、ビビあっち行っちゃった。で、厚切りのブロック肉だとさ、ゴロンゴロンゴロンって切って、うんうん、塩コショウで下味つけるよ。して、鍋にオリーブオイルを、はい、オリーブオイルを熱していきます。はい、ここで牛肉を炒めていくよね。これで塩コショウで下味をつけた牛肉を炒めていきます。本当はね、もっとね分厚く切った方がボリュームあってなんか豪華な感じしていいよね。じゃあうちあのさ、ビーフシチュー作るためにさ、もうほんと、もし手に入らんかったら、はしごし探しに行ったりしてたよな。知らんしょ、そういうの。すいません、知りません。そこまで母の愛、あずかしに食べさせようと思ってさ、はい、あ、じゃあ今回はビーフシチューにしようかなみたいにさ、思ったってさ、大抵はあるんだけどね、ない時があるんだよ。そうなんだ。今回だって探しても食べさせようと思って、すいません、なかったわ。ね、結局なかったですか。なくてこれにした。じゃあ謝んなくていいじゃん。確かに結局ないんだから、まだありがとうとは言えないわ。そうだね。これをしっかり炒めていくよ。はい、焼いて、これ焼き色をつけてね、あ、ブロッコリーさ、焼き色をつけてこう旨味を閉じ込める。はい、うん、だから必ず炒めて。はい、ニンニクでしょ。ニンニクを炒めて、もううまそうなんですけど、あんた1個食べたっしょ。美味しかったです。1個食べたっしょ。で、これさ、ね、くし切りにした人参と玉ねぎを入れていくよ。はい、ね、ちょっと今日はあのお肉ゴロゴロたっぷりめにしては特別に最高ですね。明日帰るんで持ってかい、できんの？持ってけるよ。お願いします。で、こうなじませたらいい？うん、じゃあもうあと煮込んだ赤ワイン入れていきます。はい、じゃあ 50cc あったから 50cc 赤ワイン入れるよね。はい、で、少し普通普通ってアルコール飛ばして、アルコールを飛ばして、汁がいっぱい盛る。うん、水入れてない、赤ワインだけ入れて。次にトマトの水煮缶、はい、100g ぐらい、 100g ぐらいだから1/4、残りはトマトソースを作ったりとか、うん、に使ったらいい。中途半端なやつとかはね、トマト缶を入れます。それから水、はい、200cc入れていくよ。はい、入れました。はい、入れましたね。入れました。水とトマト缶とワイン入れたね。そしたらもうあとは蓋して、お肉が柔らかくなるまで約1時間ぐらい弱火で、沸騰したら弱火で。わかりました。1時間ぐらい煮込みます。はい、お願いします。ちょっと混ぜる？待てない。待ってて。はい、はい、じゃあね、はい、煮込み終わりました。はい、煮込み、だいたいお肉がほら柔らかくなりますね。こんな感じになっております。いいですね。したらね、ここにね、はい、はい、じゃがいもを入れます。
じゃがいもを入れてね。はい、この缶を入れていきますよ。うん、よし、入れていきますね。ここに全部入れるよ。水っぽくないんだよ、初めて見た。え、デミグラスソースってこんな感じ。あ、こんな感じよ。え、昔あんた旅行で料理少ししてたよ。そういうとこの中にさ、水足すわ、少しね。はいはい、水ちょっと足すわ。あ、ちゃんと余さないでね。うん、そうそう、もうちょっとで取り切る。いいですね。次に取って少し刺すかな、ね、はい。してここにまたじゃがいもが次ね柔らかくなるまで。はい、はい、あともうちょっとケチャップ大さじ1ぐらい、うん、とソースを大さじ1ぐらい。水とかは入れないんだ。最初に入れたよ。あ、入れたっけ。うん、入れた。で、これでね、煮ていくかな。あ、砂糖も入れるな。砂糖も少し入れていくよ。砂糖も、そうだね、小さじ2分の1ぐらい、少しね、入れていくよ。はいはい。はい。そして、このまんま、そうね、はい。はい、こんな感じでございます。沼さん煮るの？はい、煮ます。じゃがいもに火が通るぐらいまで。大体何分くらい？15分か、20分ぐらい。はい、煮ていきます。少し大きめにね、じゃがいも切ってあるから、まあ、煮込んだ方が美味しくなるかな、はい、全然これは煮込み時間ゆっくりコト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 と煮込んであげると美味しくなります。ちょっと見て、煮込み終わったよ。はい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 、開けるよ。ほら、うまそう。こんな感じ、こんな感じね。はい、そしたらここに見て見て、いい感じ、いい感じでございます。ほら、いい感じで。メイクインだからさ、メイクインだからじゃがいも崩れないよ。なるほど、ね、うん。で、これブロッコリー入れたから、これをここに入れるんだ。うん、さっとね、入れてあげてね、こうやって半分ぐらいして、また火を通してね、温めてあげるでしょ、うん、こうやってね、いいですか、ほら、ね、いい感じだね。熱々でございますよ。熱々でございます。おります。お願いします。美味しいですよ。美味しいですよ。これをお肉、これもいっぱい入ってますね。よし、これできた、できた、できたよ。ほい、我が家のビーフシチュー出来上がり。